ウェポンです、久しぶりの動画になってしまって申し訳ございません。ここ最近ちょっとバタバタしていて動画の本数が少なくなってしまっていたんですけれども、今日からですねまたバンバン動画を上げていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。今日はですねホワイトデーということでですね、ホワイトデー実は昨日なんですけど、ちょっと本当昨日を撮ってあげたかったんですけれども、ちょっと僕が寝てしまってですねまあ上げれたとしても夜中になってしまってたと思うんで、まあちょっと1日遅れということですけれども、お許しください。で、ホワイトデーに最適ということでですね、こちら、はい、デコチョコですね。こちらの紹介なんですけれども、何が作れるかというとですね、はい、この紙袋の中に入っております。じゃーん。これ何かというと、こちらですね、セラ君がパッケージになったチロルチョコですね。こんな感じです。セラ君のチロルチョコ、はい、これが、作れるサイトになってるんですね。1個食べてみようかな。まあ実は1個もう食べちゃったんですけどこんな感じですね。中は普通のチロルチョコです。でセラ君ですね、うん、味も確か2種類ぐらい選べたと思うんですけど、僕はミルクチョコですね、甘いやつ。これゴミすげえ捨てづらいな置いとこう。でこの愛犬チロルチョコが作れるサイトのご紹介っていうことでさせていただこうかと思います。では行きましょう。はい、こちらですねデコチョコ、まあまさに今ハッピーホワイトデーって書いてますけれども、こちらのサイトはですね下の概要欄に貼っておりますので、そちらから飛んでいただければなと思います。では作り方ですね、ここですね下に行くとペット仲間にプチギフトっていうところがあるので押してみます。可愛いペットの写真でオリジナルチロルチョコを作ろうっていうことでですね、こんな感じで愛犬の写真を使ってチロルチョコが作れるんですね。 ではこのデコチョコを作るっていうところを押します。はい、でここで味が選べますね。味を選択してください。ミルク味、ホワイトクッキー、ホワイト&クッキー味ですね。で蒸気に同意するでデザインを作るに進みます。そしたらこんな画面が出てくるので、ここに、画像写真を追加する、なるべく大きいお顔が大きく写った写真が好ましいのでこれにしましょうかこれにしてみます。とりあえずでこれを拡大したいときは右上の拡大っていうボタンを押すとこれで調節できますね。 OKでフレームっていうのも追加できるんですよ。この左下のフレームですね、感謝ありがとうで、こんな感じで柄が出来上がるわけですね。で確認って押すとこんな感じで見えるかな、こんな感じですね。感謝ありがとうでセラ君の顔が写ってるチロルチョコができると、パッケージですね。で保存で、これの個数がですね全部で45個になるように作成してくださいって出てるので、あと2つですね、この下の部分にあと2つ写真を入れて、数量を選んで15個とかですね、これで全部で45個もできるんですけれども、まあせっかくなら3種類ぐらい作りたいですよね。なんで3種類作って15個ずつに選択して右上のカートっていう部分を押すと発注できるっていう形です。でオプションとしてですね、こんな見えるかな、こんなチロルチョコの形をしたキーホルダーがついてきます。開けてみるとよいしょ、こんな感じですね。これにさっき食べたこのセラ君の食べた後のゴミですね、ゴミセラ食べた後の紙ですね、これをこの形に合わせてこれを貼り付けて、なんかちょっとぐちゃっとなっちゃいましたけど、こんな感じですね。こんな感じでめっちゃ可愛い愛犬のキーホルダーが作れるっていう感じですね。はい、今回はですねこんな形でデコチョコ、愛犬のチロルチョコが作れるサイトをご紹介させていただきました。ちょっとホワイトデーはねもう過ぎちゃったんですけれども、まあぜひすごい可愛いんでね、ワンコ友達へのねプレゼントとかにもいいかなと思ってご紹介させていただきました。最初に言ったんですけれども、デコチョコの、サイトは下の概要欄に貼っておりますので、よかったらぜひご利用ください。では
カカリカ。